渡すと化石が飛ぶらしい。悪いんだけど後ろジロジロ見ないでくれる。見える？卵シリーズね、揃ったんだよ、ほら。揃ってんだけど、奥部屋が全然広くない。せめて 6×6 は欲しいの。どうも、こんばんは、ほのけです。今回はんですけども、イースターをやっていきます。そうだ、ほのけ村長、なんだい？今日はイースターのお祭りですよ。あーキャキャキャイ。村ではイースターの卵を探すイベントが行われていますので、ぜひご参加くださいね。ということで、2024年は3月31日がイースター来ました。皆さん今日はイースターですよー。ということでね、ちょっと時間が戻ってイースターになりました。すいません、ご了承ください。イースターやるの忘れてて、ちょっとまあ時間操作しました。お、来た、岩の卵、岩の卵。ちょっと待ってね、なんか飛んでるよね。あ、いた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 。ほい、空飛ぶ卵。デュンデュン、デュンデュン、デュンデュン、デュン、連れてって、ダイウィー。あ、チュルチュルチュルルン。チュルチュルチュチュチュルチュン。地面の卵。ちょっと、イースターなので、ぴょん太郎に来た。はい。いやー、こんにちは。春を知らせに来ました。ラッキーバニーのぴょん太郎だよ。イエーイ、拍手。ちなみに着ぐるみじゃないからね。ねえねえ、そんなことより最近暖かくなってきたよね。そうだね、春ってなんだかウキウキしちゃうよね。ごめん、あのね、収録ちょっと5月なんだけど、ちょっとごめんね。そんな時は外で遊ぶに限る。今日は春になったお祝いに僕と一緒に遊んじゃおう。いいかい？それじゃ行くよ。卵を探そう、卵を探そう。いろんなどこに、あらじゃがどこにある、どこにある、いろんな場所を探してみよう。わかったかな。村のあちこちに6種類の卵が隠されているから、それを探して僕のところに持ってきてね。わかりましたよ。6種類全部集まったらいいものをプレゼント。あ、全部集まったらか。お店とかお家の中には隠していないから、外だけ探せば大丈夫。木とか岩とか、水の中、地面も空も見逃さないようにね。じゃあ頑張って。木もか、こういうとこ。これさ、蜂の可能性大いにあるよね。お、家具、宇宙服。家具手に入れた。よ、おはようございます。今日も素敵な一日になりますように。ですよね、イースターだよ、イースター。ところでどうかなさいました？おしゃべりしよう。海に潜っていたら卵を見つけちゃいました。あ、珍しいのでコレクションしちゃおうかしら。ちょうだいよ。お、コインコイン。木にもなんかあるっつって、あれかな、イースターのエッグがなる木があるってことか。あ、来た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 。木の卵。待って、これ岩の卵じゃね、これ。こんなとこにさ、こんないっぱいあったっけ。ないよね。あ、普通に鉱石だった。これとか、これ岩だね。岩の卵。これも岩の卵。これはこれも岩の、あ、これ地面の卵かな。地面の卵。あ、これ普通の岩。これで今、あ、待って、これ、卵のアイコン一緒なんだ。わかりにくい。岩。空飛ぶ卵、木の卵、地面の卵ね。空飛ぶと木と地面と岩、6種類つったよね。だから潜ってやるやつと釣るやつなのかな。多分あとは。マリンスーツを着て、海に潜って取る卵があると。こんなさ、こんな広いところに卵巻いてさ、主人公に見つける、プレイヤーに見つけるの、見つけさせるの大変だよね、結構。絶対リアルイベントじゃできなそう。プールとかだったらまだわかるけど、海ってのがすごいね。トゥルトゥーン、トゥルトゥル。これさ、地味にこの帽子を着て泳いでるのすごいけどな。絶対濡れるしな、潜ったら。来た。え、なにこれ？ナマコ？コリコリ大人の食感。取った記念に図鑑にメモしておこうっと。ナマコか。初めて釣ったやつだ、多分。え、これあんの？てか普通にさ、この潜って取る卵が一番大変そうな説あるよね。そんなことない。来た。来た。海底の卵。ぴょん太郎のとこに持っていこう。海底の卵なんだ。ってことは、もう一個釣りだろうな。うわー、あれ海底の卵っぽーい。いや、見ないか、あれ。あ、見ないか。うい。味。来た。卵。卵。え、海の卵とか、あ、わかんない。か、あの、水の卵とかじゃないんだ。卵なんだ。何それ。卵って何？岩の卵とかさ、海底の卵とか名前あるのに、釣るときは卵だけなんだ。何なんだろう。鈴木ね、またお前か。でっか、96センチって。小学生ぐらいあるよ。絶対重たいよな。それをこんな竿だけでピュッてこう釣り上げるのすごいけどな。で、まあ、あとさ、まあ普通に卵も釣ってるけど、卵が引っかかってバシャバシャバシャってなる原理もよくわかんないけどな。卵ね。ほい。いい、卵ばっか釣れる。卵を釣り上げたと。海底の卵は1個しかないから、もう1個ぐらい欲しいな。よし、卵。あ、やべ、いっぱいだ。
ちょっと待って。待って、まず、スズキいらないわ。で、アジもいらない。これ海底の卵だろ。あ、違った。フジツボ。フジツボか。あんな小さくないか、卵。海底の卵は。見えるとこにないな。ほっ、ほっ、バシャーン。でかいでかいでかい。待って、早くない？これ卵っぽくないけど。卵っぽくないけど、これ。これ間に合わないくねー。来た、間に合った。卵これ。あーだよね。タラバガニ。卵じゃないよね。ちょっと寄贈も挟むか、一回。あ、これ卵っぽくない？ただ、逃がすものがないかも。入れ替えるで。フジツボはね、手に入れたことあるから、フジツボでいいか、とりあえず。これいこう。ほのげ。卵全種類とりあえず取ったから、ぴょん太郎に持ってって。よ。悪いんだけど、後ろじろじろ見ないでくれる？なんかジッパーありますよ、兄さん。何もついてないって。はい。はい。卵、探そう。卵、探そう。ん？どうした？持ってきたよ。お、どれどれ？空飛ぶ海底、木の卵、海底、魚。まあ、魚でいっか、とりあえず。魚。あ、魚の卵。はいはいはい。その調子でどんどん持ってきてね。はいはいはい。魚はあげました。魚はあげたから、次海底、海底ももらっとくと。で、魚海底、木の卵。で、次空飛ぶ卵かな。もしかして空飛ぶ卵は一番大変説もある、これ。なんか空飛ぶ卵一番大変かもしれない。もしかしたら。たまたますぐ取れたけど。で、あとは、ここの地面の卵と岩の卵だと思う。こう拾って、これ一気に渡せたらいいのにな。岩の卵。絶対6回はさ、渡さないといけないもんね、これ。岩渡したでしょ？次地面、地面。話しかけて。地面あった。はい、地面でーす。これで6個ですかね。おやおや、まだ持ってたんだね。地面の卵だってことは、これで6個揃ったんじゃない？やったねー。はい。こんな頑張った君には、これをあげちゃおう。家具。なんだろう。イースターのバスケットだよ。じゃあ、行くよー。せーの。やったー、やったー、やったー、やったー。え？ところで卵って食べれるの知ってた？え？卵を食べて中に当たりが入ってたら僕のとこに持ってきて、いいものプレゼントしちゃうよ。なるほどね。イースターのバスケットをもらえたと。持ってきたよ。お、どれどれ。あ、待って、卵渡せんのこれ。卵、はい。返されるもしや。ん？せっかくだから中開けて、あー。だから最初は6種類持ってって、あとは当たりってことか。そうだそうだそうだ。じゃあ、食べちゃうか。いただきます。パシャ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 。おにょ？お、当たり。やったー、当たりが出てきた。これ外れだとなんだっけ、アメちゃんなんだっけ。ピロン？当たりだ。うん、これも当たりだよね、これ。わーい、大当たりだ、ラッキー。むしゃ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 。ピロン？ペペン。やったー、当たりが出てきた。大当たりか？大当たり。あ、来た、大当たり。ティディン、大当たりー、ラッキー。この辺も食べていくか。むしゃむしゃむしゃ。ピピ。あ、アメちゃんだ。中にアメが入ってたみたい。それも食えるよね。よくアメだけ食わなかった。ペペン、当たりが出てきた。当たりかアメちゃんか大当たりね。よいしょ。ん、なになに？持ってきたよ。どれどれ？当たり券から。アメちゃんは？渡せんのこれ。あのさ、これ渡されても。ねえ。ごめんごめん。返す！当たり券、当たり券。当たり券をあげると。はい、当たりの券。あれあれ、当たりを持ってきてくれたんだね。おめでとう！そんなラッキーな君にはこれをあげちゃおう。なんだろう、角だ。卵の時計だよ。じゃあ、行くよ。せーの。ラッキー、ラッキー、ラッキー、ラッキー。最後のさ、温度冷めるやつやめてよ。ピヨン。あ、大当たり。これさ、大当たり何個も出ても意味ないんだよな、多分。持ってきたよ。大当たりあげよう。あれあれ、大当たりじゃない。すごいや、おめでとう。そんなとってもラッキーな君には、これをあげるしかないね。これ写真だっけか。ピョン太郎の写真だよ。じゃあ、大当たり特別バージョンで、せーの、ハッピー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 、じゃん。ハッピーハッピーハッピー。猫ミームじゃない？最近で言うとね。ハッピー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 。持ってきたよ。まあ、大当たり券は、確かね、ぴょん太郎の写真だけだった気がするんだよね。あれあれね、また大当たり？君ってほんとついてるね。そんなとってもラッキーな君にはこれあげちゃおう。なんだろう。ぴょん太郎の写真だよ。いらないよ。ハッピーハッピーハッピー。一個でいいっすよ、ぴょん太郎さん。さて、当たり券。なんだろう。卵の壁掛けテレビ。おー、いいね。せーの。ラッキーラッキーラッキー。ラッキー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 。なんか飴はね、食っちゃえばいいという説があるから。飴食っちゃおう。あ、また飴だ。当たりの剣。さあ。あ、まだ持ってたんだね。おめでとう。なんだろう。なんだろう。なんだろう。何の家具ですか？卵のランプ。おー、いいね。ラッキーラッキーラッキー。まだ大当たり持ってたの？大当たりさあ。また、君あれでしょ？自分の写真でしょ？一個でいいのにな。もうハッピーじゃなくなってきたぞ。まあ、とりあえずでも、これで持ってる卵は全部交換し終えたかな。
卵シリーズは3つかな、とりあえず。この、あれか、バスケットは6種類でもらえるやつだから、とりあえずバスケットと写真は大当たりでしょ。で、卵シリーズが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。まあだから、普通に卵シリーズだけだと13個ね、13壁紙入れて、そのうちの3つが今もらえてるから、卵シリーズ揃えてぇなぁ。なんだって？ヨン太郎の好きな言葉何？3月11日生まれ、魚座。好きな言葉は、生麦、生米、生卵。なるほどね。卵だから。なんだかな。早口言葉やめてよ。実況者殺しなんだけど。一回なら言えるか。なんか何回も早口は言えないかも。生麦、生米、生卵。お、言えるかも。あれ？生麦、生米、生卵。お、俺生麦、生米、生卵得意かも。早口言葉の中でもさ、苦手な早口言葉と得意な早口言葉あるじゃん。生麦、生米、生卵は言えるね。気をつけて言えば、生麦、生米、生卵。うん。気をつけて言えばいけるかも。隣の柿はよ、ん？隣の柿ってさ、隣の客はよく柿食う客だ。あれも頑張れば言えるかも。ま、うん。あれが言えない。赤パジャマ、あ、違うな。カエルぴょこぴょこのやつあんじゃん。あれが絶対言えないわ。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。ん？長いってか、覚えにくい上にむずいっていう。かなり難易度高いあれ。ちょっと荷物の整理のために、化石、などを売っていきましょうかね。あ、待って。わー。わー。ほっ、ほっ、あれ、ほっ、オッケー。あ、めだ。当たり出ねえな。さっき結構当たり出たけど、たまたまだったが。まあ、大当たり出なくていいんだけど、当たりが欲しいんだよね。これってさ、ここなかったよね。ですよね。雨か。雨が多いね。フータがね、こう、話しかけると起きるじゃないですか。で、寝るときに話しかけると、なんか、この前行ったバグみたいに、フーコに行ったバグみたいな感じで、その、こっちを見たまま喋ってくれるという。お！ほら、来た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 、これ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 。ほほ！お手伝いできることがあれば、何なりとおっしゃってください。ここで鑑定を選ぶと。ほほ、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。で、いきますよ。渡すと、化石が飛ぶらしい。あははははは。化石が、フータを貫通してます。なるほど、そっちには誰もいません。ズバリ、パキケファロの尻尾でございますです。それではお返しいたしますです。で、返すときも、ぬーん。じゃ、もう一回やろっか。化石鑑定で。化石をふっ、ぬーん。ふむふむ、なるほど。ズバリ、パラサウロロフスの尻尾。これ持ってるらしいね。ぜひ寄贈してとは言われないね。じゃあ寄贈しますか。ね、これ一個一個寄贈しちゃうと、あ、出さなくて大丈夫ですよって言われるんで、あ、全部まとめてやるとね、一個一個にしましょう。ひゅっ、あははは。これ、ノールックパス。ナマコですか？ナマコといえば何と言ってもやっぱり、これさ、虫気持ち悪いな。ナマコもキモくない？フータさん。マジか。キモくないのか。いや、虫キモいならナマコもキモいと思うけどな。寄贈する。タラバガニと。ヒュン、ムニュン。って感じで、フータもうなんか、こういう風にバグらせられるっていうのをコメントでいただいたんでやってみました。面白いね。はい、終わり。内容ありがとう。じゃあちょっと2回も行ってみようか。はい、というわけで2回来ましたけど、あるかな？あー、スコッパ持ってる。これミュージアムの床でしょ？これ買っとくか。むにゃむにゃー。兄弟だなぁ。反応が、パーテンションポール。ご自宅の展示室のディスプレイ。あ、いいね、いいね。買っちゃおう。パーテンションポールも買って、イマジでこれ、あれだよね。博物館とかに置いてあるもんね。パーテンションポールを。よいしょ。いいねいいねなんか高級そう。高級感出てきた。って感じで、OK かな。さてと、当たり！起きた！大当たりかぁ。ぴょん太郎の写真マジでいらねえんだよな。地面の卵と、岩の卵。ほのげ。よう、ジョン。あ、ほのげか。の、ゆうべ夜更かししちまって、まだ寝足りねえぜ。ふわー。で、何が妖怪？おしゃべりしよう。おめえ写真を撮ってるかい？これだろ？写真の撮り方、これだろ？もう一回おさらいしとこうか。知ってるからいいよ。LR 同時押しでしょ？ LR 同時押しです。マスカラス。この部、おはよう。今日もハッピーな一日になるといいね。か。それでどうかしたのかい？ハッピー、ハッピー、ハッピー。いや、噂って怖いよね。どういうわけか、僕とアップルさんがいい仲になってるって聞いたよ。か。そうなんだ。実際どうなのかって？さあ、どうかな？うわ、キザだな。それはアップルさんのプライバシーもあるから、僕の口からは言えないな。いや、なんもないだろうな、これ。まずさ、自分からその話題出す時点で何もないんだよな。本当にやばかったら何も言わないからね。まあ、それか本当に自慢したいだけかね。だったらプライバシーとか言わないよな。
やべ、ほっ、オッケー。飴か。さあさあ、大当たり券も売っちゃっていいかな。どうせ写真しかもらえないもんね。あ、来た、当たり券。飴ばっか。当たり券、よーし。当たり券は置いとこう。当たり券は置いといて、それ以外はもう全部売っちゃうという感じでいこう。よーし。岩の卵、地面の卵を2個。これ出るかな？出るかもしんないから、一応。あ、間違えた。間違えたけど、出ない。大当たり、大当たりマジで。そんな出なくていいって、当たり券だけがいい、本当に。あ、また大当たりか。ほんと、ぴょん太郎の写真以外もらえないからいいんだよな、大当たりって。来た、テントウムシ。ちっちゃかわいい。初めてではないな。なんかめっちゃ埋まってんだけど。化石とさ、地面の卵が入り乱れてる。オッケー。めっちゃ卵あるね。これだと思って、行ったところにはもう別の卵が見えてるっていう。卵の連鎖です。地面の卵。その次もここで地面の卵。オッケー。むにょ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 。ふじょん。飴。なるほどね。飴が5個。飴が5個か。当たりが5件。当たり、やった。飴ちゃーん。飴ちゃーん。とりあえず当たり6個。13だから10個ね。1,2,3 これこれ10個 OK。 あと10個か。とりあえず当たり券少なくとも10個必要で、当たり券10個で多分被るから、まあ、とりあえず10個当たり券出してから交換してみようか。被りなし計算、まあ、10種類にして期待値は29.2らしい。ガチャ10種類を全て揃えるのに必要な期待値が 29.2 らしいから、まあ、とりあえず29個当たり券は覚悟かな。で、体感ね、3個に1枚ぐらいだから、その当たり券が、まあ、だから90個ぐらい卵を食わないといけないかな。パパーパラパパパラパーパラパー。だからセーブロードを繰り返せばいいって説あるけど、結構めんどくさいからね、それ。だったら普通に当たり券ね、いっぱい揃えた方がいいまであるかも。おい、来い来い来い、卵。おい、卵。あれぐらいの魚影なら卵なのかな。なんかでかい、でかすぎたり小さすぎたりする魚影は、なんか卵になんなそうだよね。こういうのとかさ、卵っぽくないよね。鈴木っぽくもないけど、鈴木なんかなこれ。鈴木ほどでかくはないよね。あー、4、5、いい。ヒラメとか。あ、鈴木なんだこれ。なんか卵ではないんだ。あー、だこのぐらいのサイズが多分卵なんだろうなって思う。これこれこれ。うん。来た！来い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 ！おい、卵。よいしょー。おやん。トゥル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 。当たりー。お、当たり。パファーン。で、これも当たれ。雨か。当たれ。雨だ。まあ、2個当たり出ただけでも。ね、4個中2個ならまあまあ全然いいでしょ。イエローパーチ。そんなに黄色くもない。あ、これ釣ってなかったか、イエローパーチ。イエローパーチとタイと、一回寄贈しよう。危ねえ。とりあえずね、今当たり券3つでしょ？お、これで当たり券9個か。もう1個当たり券持ってくれば、まあ一応10種類に対して10個当たり券。まあ被り出るから、絶対これ。10種類で10個とはいかないけど、まあ10種類で8、9個出たら嬉しいよね。全然。これアジだろうなぁ。おい、アジじゃねえか。アジだろうなぁと思ったらアジだ。これもアジだよなぁ。いや、なんかわかるようになってきたなぁ。か絶対鈴木じゃないでかさ。何これ？目つぶってる。オッケー！でかくね？おー、来た！竜宮のスカイです。竜宮城からお出迎え600センチって何？お前その縮尺おかしいけど。え？ 600 センチ？プレイヤーより低かったけど、プレイヤー600センチもあんの？ 6 メートルぐらいないとおかしいよ、それ。これ卵だろ？さすがに。来た。はい、タイでした。やっぱタイと卵の魚影一緒だね、これ。大きさ。これもなんか卵っぽいもんね。あ、来た。ほら。タイと卵の魚影の大きさが一緒だ。オッケー、とりあえずいいや。おー、でかい。これ鈴木っぽいなぁ。鈴木だろうから、いっか。これも鈴木だろう。え、でも、鈴木かなぁ。鈴木だろうなぁ。鈴木だった。もう一匹ぐらい卵釣っとく？まあ、いたらね、ちょ、帰るか。ぴょん太郎のとこに行きつつ、あ、これ、あ、これ卵サイズだな、多分。アジよりちょっと大きい。こんなに、そこ来たら手で捕まえられない？てか、目視できない、もう。魚、A じゃないよね、もうそれ。影じゃなくて、普通にさ、姿が見えそう、そんな浅いとこ来たら。はい、卵。このサイズはタイか卵しかないから、どっちでも当たりっちゃ当たりだね。タイも結構さ、高く売れるから。これも卵サイズだな。ああ、そんな移動しないでくれ。こうか。こい。1、
2、来るか。3回。はい。次4。来た。4回で来る卵は、相当限んない。卵が今、5個あるから、1個ぐらい出るだろう、当たり券。あー、いらない、大当たり券。あー、また大当たり券かよ。マジさ、ピョン太郎の写真さ、10ベルにしかならないらしいんだよね、売っても。で、しかもこのさ、大当たり券ごと売れないからさ、1回交換しなきゃいけないっていう手間もあるんだよね。ちょ、待って、全然当たり出ない。嘘。5個引いて、大当たりが2個。あ、いや、大当たりが3個。マジでいらねえ。マジか。一個も出なかった当たり券。これさ、もう大当たり券いらないよ。ピョン太郎の写真は10ベルらしい。全然、めちゃくちゃ安い。本当にこれ、雨より外れ説あるよ、これ。ん、わーん。わーん。あれかな、住民がキー揺らして何も出なかった時の音かな。わーん。あのね、同じ SE だと思うんだ、あれ。いつも聞き間違える。住民のさ、なんか、わーんっていう音と、風船の飛んでくる音が、多分一緒なんだよね、SE が。そのせいで、風船飛んできたと勘違いしちゃう。あ、これ鈴木なんだよな、どう考えても。ほら、こんなに視野角広いのは鈴木ですよ。あの、レア度が低い魚は、視野角っつって、あの、浮きを見る、その角度が甘めに設定されてるから、結構適当にさ、釣り竿を振っても、ちゃんと浮きを見つけて食いついてくれるっていうのがこのゲームの特徴として一個ある。で、レアな魚は視野角が狭いから、あんまりこう、何、適当に投げちゃうと、前の方しか見てくんなくて浮きを無視する。だから釣りにくいっていうのがある。これヒラメだろ。で、ん？これってよく見たらヒラメなの？釣った記念に図鑑にメモ。だからこれ初めてだね。これどっちも卵ぐらいだから、左から行くか。いった。一発目だ。卵。こっちも卵だろ。1、2、3、オッケー。これも卵だってくれ。あー、カレーか。まあ、しょうがない。結局卵2個か。当たり出ればいいんだが、アメちゃーん。いけ、当たり。アメちゃんか。全然当たり出ない。中は、よっ、アメー。アメばっかじゃん。全然当たり出ない。え、こんな出ないんだ、当たり。来い。来たー。全然出ない。えい。アメちゃん。アメちゃんすぎる。もうなんか10連続ぐらい外れなんだけど。てか、大当たりがマジいらない。これ、卵だろ。違うかな。遠いか。遠いなぁ。遠いわ。あ、これ遠いわ。OK。よーし。なんかさ、ずっとアメちゃんばっかなんだよな、卵が。当たり券出たらそれでいいんだけどなぁ。あ、来た！やっと来たぁ。やっと来たよ。とりあえず11枚来たので、まあ、11枚中10枚が被りなしっていうのは結構ね、1被りだけってのはないと思うから。まあでも2被り、3被りで済んでほしいな、これ。ちょっととりあえず邪魔なやつを傷を打ったりしていきましょうか。空きは11箇所あります、今。待って、これ当たりだったらよくない？来い、当たり、当たり。あー、雨です。さあ、当たり券を11枚持ってきたので、残り10種類当たるかどうかですね。ちょ、当たり券11種類交換していきます。せーの。はい。お、またまた当たり。はいはいはい。なんだろう。何ですかこれ。何ですか。卵のコンポ。お、これ被りないのかな。卵コンポ。とりあえず、今4個目は被りなしだ。オッケー。卵の椅子。おー。なんか、あれ被りないもしや。おー。これ被りないのか。さあ、交換していくか。当たり券。はい。オッケーオッケー。なんだこれは。はい。卵のタンス。あ、被ってない。あれすごい。被ってない。卵のタンスは被ってないね。マトリョシカ。おー、被ってない。あ、これ被んない仕様かも。なんでじゃあカーニバルは被る仕様なの？カーニバルめっちゃ疲れたんだけど。これたまたま僕が、長椅子テーブルクローゼットこの辺り欲しい。長椅子テーブルクローゼット。ベッド、お、被ってない被ってない。おー。いや、これ被んない仕様だ、多分。被んなくなってるわ、きっと。さすがに、この確率は被んないだろう。いいね、被んないの。よかったよかった。長椅子？テーブル？テーブル、オッケー、被ってない。おー。ってことは、もうコンプリートできるね。あとね、手に入れてないのが4種類。椅子とクローゼットと、床と壁ね。だから、当たり券が5枚あるから、もう大丈夫ね。椅子、クローゼット、絨毯、壁。よいしょ、お、壁来た。いいねー。お、来た。次が椅子、クローゼットだな。でもなんでさ、イースターはさ、被りがめっちゃ生まれるけど、こっちは全然被んなくしてくれてんだろうね。なんか統一してくれていいよね、それね。イースターめちゃくちゃしんどかったんだよな、マジ。被りめっちゃ出てさ、まあ、売れるからいいんだけどさ、当たり券ね。これでコンプかな？おい、クローゼット、オッケー。これとりあえずね、コンプだと思う。長椅子、クローゼットで、で、当たり券1個余ってるから、これも変えちゃうか。よーし。ラッキーな君にはこれをあげちゃおう。来たー。なんだろう、マトリョシカ2個目。お、やったぜ。あ、なんかさ、普通にマトリョシカなかったっけ？ジョニーからもらったやつが多分あるはず。それと同じなんかな、マトリョシカって見た目どうなんだ？マトリョシカがこれ。卵マトリョシカが、これ。
同じじゃん。左にしまわれていくのは一緒ですね。じゃあちょっと配置していくか。でも狭いんだよな。これで床と壁紙が可愛いね。ひよこが生まれとる。で、一旦これしまうか。一旦これしまい。これ狭すぎてっていうのあるな。狭すぎてってのがあるか。狭いな、ちょっと。椅子。あれ？何これ？これクローゼットかな？クローゼット、コンポか？オッケーかな？え？卵のベッドってもしかしてさ、でかい？あ、でかい。だからだ。いやー、マジか。とあれだな、左の部屋広くしたいけど、お金がないかもしれない。いやー、お金ないわ。あと何ベルだ？22万8000ベルか。また株か。株か。南の島で増やさないとな。チャチャラチャラチャラチャーチャラチャーチャーチャラチャラチャララー。部屋がね、狭いんだよな。4×4 じゃダメなんだよな。ジョニーだ。とってもゴージャスですね。素晴らしいです。家具何言ってくれるんだろう。浮き輪。これあれだ。消波ブロックってあれだね。テトラポット？ド？ビーチバレーとビーチボールか。ビーチバレーボールか。これなんだっけ？これ南の島だっけ？動物の島だ。そうそうそう。トゥルルルンルンルン。この動物の島はあれですね。ゲームキューブの、動物の森プラスで行ける南の島の音楽ですね。動画時間でどうなってるかわかんないんですけど、卵シリーズは揃いました。揃ったんですが、置く部屋が、我が家に、置く部屋が、見える？卵シリーズね、揃ったんだよ、ほら。揃ってんだけど、置く部屋が全然広くない。せめて 6×6 は欲しいのに、真ん中の部屋以外全部ね、4×4 なんだ。だから、次回、ちょっとお金集め、ベル稼ぎの回にして、で、このね、部屋を広げてって、で、卵シリーズも全部置ければなと思います。ちょっと今回は倉庫的にこうやって置くけど、次回はちょっとお金稼いで、部屋を広げていきたいなと思います。で、南の島でお金集めたら、そのお金を株にしてとか、まあまあ、いろいろ考えながら増やしていければなと思いますので、よろしくお願いします。あれだよね、結局さ、イベントものの家具がさ、シリーズコンプするには一番早いんだよね。ツートンとかさ、ミックスウッドってさ、毎日、豆粒の店行ってるけどさ、なかなか揃わないもんね。てかわけで、はい、やっていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また見てね。